ゲームボーイミクロとゲームボーイアドバンス SP 及びソフト類ゲームボーイミクロは任天堂が開発した携帯型ゲーム機であるゲームボーイアドバンス用ソフトウェアを利用することができるゲームボーイアドバンスゲームボーイアドバンス SP 同様本機種も生産終了となり本体の公式修理サポートも終了している2005年の E3 で発表された日本では スーパーマリオブラザーズの発売からちょうど20周年となる2005年9月13日に発売を開始した。中国では2005年10月1日、アメリカでは2005年10月2日、オーストラリアでは2005年11月3日、ヨーロッパでは2005年11月4日に発売された。同社のゲームボーイアドバンスをボタンのレイアウトをほぼ同一のまま小型、軽量化したものである。 筐体の素材にはアルミニウムを採用している。カートリッジスロットはプレイヤーから見て手前側やや右手側寄りにある。本体前面は取り外し可能なフェースプレートとなっている。プロセッサなどの内部構造はゲームボーイアドバンス SP と同等と発表されている。ただし先に発売された Nintendo DS と同様に動作するソフトは ゲームボーイアドバンス専用ソフトのみで、ゲームボーイ専用カートリッジ、ゲームボーイカラー、共通カートリッジ、ゲームボーイカラー専用カートリッジは動作しない。間違えて差し込まないように突起をつけ、ゲームボーイシリーズのカートリッジを物理的に挿入できないようにしている。なお、SP では搭載されていなかったヘッドホン端子が標準装備されている。ゲームボーイミクロには、 ゲームボーイミクロ専用 AC アダプタとゲームボーイミクロ本体用ポーチが同梱される。AC アダプタや口述する通信ケーブルなどの周辺機器はすべて同じコネクタを使用するため、いずれか一つしか使用できない。以下のリストはゲームボーイミクロ用として発売されているもの。その他、ゲームボーイアドバンス用周辺機器の一部や SP 用周辺機器プレイヤーなども使用可能。 ただし、外部拡張コネクタの形状が従来と異なるため、従来の機種との通信には変換コネクタが必要になる。フェースプレートを別のものと交換して、独自の外観に変更することも可能。本体発売前に多くのバリエーションが発表されており、1枚1000円という価格まで決まっていたものの、本体の売り上げが不審なことから、なかなか発売されず、 最終的に存在したのは以下の2種類のみだった。なお、本体の着せ替え要素は約10年後のニューニンテンドー 3DS でようやく着せ替えプレートとして日の目を見ることとなる。他にもゲームボーイミクロの CM に出演した妻吹里氏や木村カエラや工藤勘九郎や他企業がデザインをした100枚以上のコラボレーションフェイスプレートも公開された。 ゲームボーイミクロの液晶ディスプレイはゲームボーイアドバンス SP のフロントライトからバックライトに変わったため旧機種に比べ画面が非常に明るくなり発色が良くなっただが本体を小さくし携帯性を高めた分画面のサイズも小さくなっている SP 以前の機種で使用可能だった周辺機器がすべて利用できなくなりゲームボーイ用ソフトが遊べなくなったのにもかかわらず価格は SP や初代ゲームボーイアドバンスより高く、さらには同社の次世代型携帯ゲーム機の任天堂 d s がすでに発売されている。そのため発売後の売り上げはかんばしくなく、週間売り上げ台数は SP をも下回っていた。日本で発売されたゲームボーイミクロのカラーバリエーションの一つにはファミコンのコントローラーを模したファミコンカラーがあり、 スーパーマリオ20周年のロゴが入っている。また、同時発売ソフトの中に以前ファミコンミニとして発売されたスーパーマリオブラザーズの再販があったことからゲームボーイミクロはスーパーマリオ発売20周年記念のイベント的な意味合いもあった。ゲームボーイミクロユーザーの中にはその携帯性の高さからプレイやマイクロと組み合わせゲーム用ではなく iPod のような デジタルオーディオプレイヤーとして使用するものもいる。型番にある、o x ーは、ゲームボーイミクロのコードネームである。オキシジェンの略。MB ムック、懐かし、ゲームボーイパーフェクトガイド、4ページから5ページ。5バスプの生産が3月から再開へ。インサイド、2019年9月20日閲覧。ありがとうございます。